はい、おはようございます。おはようございます。4月の4月の10じゃないですか、20日、はい、朝のダチョウ庭に行きます。暑いですね。今日は暑いらしいよ、夏日って言ってた。いや、でも昨日もすごく暑かった。さあ、今日は東京は27度、三郷も多分26度ぐらい、もっともっと上がるかもしれない。いや、昨日自動車の中に置き台にされる子供の気持ちがよくわかる。で、なぜ？暑い中車の中に寝てたら大変なんですね。大変。いいよ。はいはい。どこもあるか、まあ、任せるわ。はい。じゃあ、おやめ？一応卵は取っといてくれないって言ってた。ああ。じゃあそっちから見える方から行きますか。もう、RPG じゃん。取っといてくれて。はい。卵が落ちてる、2連続。はい。14、15、16。じゃん。卵。おはよう。もう産卵も交配も順調に増えてますね。うん、よかった。あのパタパタしてるのは、うん、あんな感じで産むんでしょ。そうだね。今日はもう産んだ後っぽいですけど、よいしょ。おはようございます。おはようございます。よいしょ。よいしょ。あ、こっちに。農場長はぐるりと一周回って先に、うん、アチーズって言ってた。ああ、あのペンキ塗りの方ですね。田島さんがいないな。うん、32番。今年ここ優勢ランです。高そうですよ。32？ うん、検断してだいぶ残ってる。あ、確かに。そう、今あの今日とか明日とかに発生するやつもここが親のやつが多い気がする。なるほど、まあ、確かにこの間読み上げた時32ばっかりだったやつ。あれ、今日もしかしたら、うん、見るかもしれない。そうね。
まだパッカーンって出てこないと思うけど、割れてたりはするってこと？割れるかもしれないし。さあ、この動画を見てくれてるみんな、そろそろ新しいひなが生まれるぞ。よいしょ、大きくなりましたね。なったね。もう多分忘れられちゃったんじゃないかな。まあ、その可能性はある。メス？うん、あ、そこにいた。よし、ね、コリさん、メスの方お願いしてもいいですか？ OK。 願い事が。おはようございます。おはようございます。あ、よいしょ。さあ、メスの楽園。クマさん、おはようございます。卵はあるかな？あ、本当。なさげ。みんなおはよう。みんな所定の位置に座るの？決まってんのかな、場所。私はこの席。乗るの？また同じ行動して。今度はすぐやめちゃったね。なんだろう、練習なのか。はい、という感じで朝の見回りでした。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。チャンネル登録、高評価よろしくね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。